こんにちは、しゅんじです。今日は11月に発売されましたイオンとあと上新オリジナルトミカ2台見ていこうと思います。あと結構前に、応募してましたこちら新装版イニシャル D ですね。あの全巻集めるとホットイールの、ミニカーがもらえるっていうのがあったんで、もともとのコミックね全部持ってたんだけど、もうミニカーが欲しいから新装版も買ったんだけど、24巻までこれあるんですよ。いやもうね、欲しくてもう買わなかった人これ多分多いと思うな。漫画持ってる方いらないっすもんね。全24巻ゲットして、キャンペーンでゲットしたミニカーがこちらですね、ホットイール。今回ねさすがにね取り出しはちょっと 見るのは予想とは思うんですけど、外からどんな感じなのかっていうのをねまず見ていこうと思います。ではこちらの車両から見ていきますね。ホットイールプレミアム、さすがにベーシックではないようです。イニシャル D、 あとタクミに86がねここ書いてますね。かっこいいこれ。で後ろにも書いてる、なんかおしゃれなんかおしゃれな感じになってる。新装版イニシャル D 観光記念、全巻購入特典、伝説の名車がホットイールとなって登場って書いてますね。はい。で、くるっと回して、トヨタ AE86 スプリンタートレノってね書いてあって、カタカナでね書いてあって、この上のイラストボンネットはね白色なんだけど、この車両は黒色のボンネットになってて、でパカッとねヘッドライトが開いた状態になってますね。これ開閉ギミックとかあったら面白かったんですけど、さすがにそれはないようですね。でフォグのところね黄色にプリントされてます。ホイールはね黒色になっててレーシーですよね。でタイヤゴムっぽいですね、多分これ見た感じゴムっぽいです。でドアのところに藤原豆腐店って書いてあって、アウターハンドルに鍵穴のところもね黒色に塗装されてて、あと、ドアミラーも、ついてますね。中ねちょっと見えにくいのが残念なんだけど、ロールバーとか組んでるのかな。いや組んでなさそうですね。で後ろです。あテールとかねすごい綺麗なプリントされてて、ナンバーのところに、イニシャル D って書いてあって、大きなこのトレノっていうね、このエンブレムがねいいですね。はい、底面はこちら艶消しになってますね。シャーシは車両の方ね取り出して見てみたいところなんですけど、さすがに本ね全巻集めて2万円ちょっとしたんで、いやこれはね正直開けれない、もう開けれないです。大事に取っておこうと思います。はい、ではね今月発売の、上新オリジナルトミカ見ていきます。スバル WRX STI タイプ S ですね。上新って書いてあって、サスペンションボンネット開閉って書いてますね。はい、箱はこちらです。では取り出しますね。はい、カラーの方がですね、結構粗い、メタリックが入ってるシルバーカラーになってますね。ギラギラしてます。でクリアの塗装、まあ、そんなに悪くもないけど良くもないかな。光沢感そこまでないですね。フロントヘッドライトボディ色と同じかな、これ。もしかしたらペイントされてないのかも、なんか微妙で。グリルのところにスバルのマークがあって、いやフロントバンパーのね形、あとこの艶消しのねこの黒色のペイントがすごい綺麗ですね。でボンネットにはダクトがあって、こちらギミックによいしょ、ボンネット開閉機能がついてますね。はい、中はこんな感じです。これ開けにくいんですよね結構ね。はい、ホイールはスポーツタイプになってて、あフェンダーの造形とかすごいこうモコってなってる、めっちゃ変わった形になってますよね。でプレスのラインとか綺麗に入ってて、アウターハンドル、サッシのところね艶消しの黒色になってますね。後ろには大きな羽があって、ここは柔らかいですね。ダイキャストではないです。テール綺麗にペイントされてて、STI ってここにね、書いてます。リアバンパーの形もめっちゃかっこいい。この微妙な、この造形ね。よくできてる。で、この下のところですね、黒色になってて、ディフューザーがあって、マフラーは4本出しマフラーになってますね。はい、反対側。めっちゃギラギラしてますよね、これメタリックね。でガラスはスモークの入ったガラスになってて、中、黒カラーですね。でルーフにはシャークアンテナがついてます。でくるっと回して、ナンバー112番、スケール62分の1って書いてますね。でこちらギミックにサスペンション機能がついてますね。あのねカラーがねメタリックカラーということで、まあなんかそのかっこ悪いとかじゃないんですけど、すごいかっこいいんだけど、なんかせっかく上新オリジナルトミカなんでね、なんか面白いことをもうちょっとやってほしかったかなーっていう気はしますね。なんか通常版で本当にありそうですもんね。
こちらも11月発売されました。イオンナンバー59番スバルフォレスター英国警察パトロールカー仕様を見ていきます。ギミックね、サスペンション機能がついてますね。はい、箱はこんな感じです。では取り出して、はい、取り出しまして、カラーの方が綺麗な青色の、ツーコートパールかな。これはちょっとパールも入ってそう。ただクリアの塗装がこれもなんかね、いまいち光沢感そんなないですね。こちらの車両はね、ヘッドライト綺麗なシルバーペイントになってて、グリルもいいですね、かっこいい。でボンネットにはポリスって黄色で書いてますね。かわいいですね、この、青に黄色っていうのがね。でサイドカラフルなんですよ、チェッカーカラーになっててね、めっちゃかわいいですね。でホイールはノーマル形状になってますね。でアウターハンドルがあって、でサッシのところ、あとこのガラスの周りですね、ここが黒色になってて、ツヤ消しではない、これは。はい、で、くるっと回して、後ろのテール綺麗にペイントされてて、スバルのマーク、エンブレムですねがあって、あとフォレスターってここ書いてますね。で、この、リアバンパーの下のところが車種とつながってて、マフラー右側から出てますね。で、バックガラスはこれはね、どうなんだろう、塗装かな、あ、塗装ですね、これ黒塗装になってますね。はい、で、くるっと回して、反対側で、このね、フェンダーとクォーターのこのアーチ部分、ここはね、黒色のツヤ消しになってます。で、ガラスは、スモークの入ったね、あのガラスになってて、中は右ハンドルですね。はい、で、ルーフにはこの青色のランプがあって、ちっちゃい可愛らしい形になってますね、これね。で、サイドのレールもありますね。はい、で、底面こちら、ナンバーが115番で、スケール65分の1ですね。こちらギミックにサスペンション機能がついてます。このサイドのね、カラフルな、ペイントがすごい可愛かったですね。なんかバックドアとかなんか開けれそうなんだけど、これ開かないのが残念でしたね、ちょっと残念です。さっきの上新もスバルだったんで、スバル車両、続きましたね。今回上新に、イオンオリジナルトミカ、あと新装版イニシャル D、全巻購入特典でゲットしましたホットウィールの、86のミニカーね、ご紹介したんですけど、ヤマダ電機の、MR2 はねすぐに売り切れてたんですけど、上新はどうだったんでしょうね。これね、あのネットで購入したんですけど、車両が770円で送料がね550円もかかっちゃって、かなりね値段上がっちゃうんですよね。なんで本当に買おうか悩んだんですよね。送料が高いからもうね、そこまで知らないかなって思ったんだけど、とりあえず買いました今回は。そう、最近ね、もういらないなって思うの僕買わないんで、かなり悩んだ末に購入しましたね。でこちらの、イオンさんですね、この車両なんか結構今月余ってたのかな。そう、昼過ぎに買いに行ったんだけど余裕で買えましたね。そう、まだ残ってるかもしれないんで、気になった方はぜひ、イオンさんの方に見に行ってみてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。